天草工業高校出身者ならここを走ったんじゃないでしょうか。瀬戸大橋と言います。瀬戸内海の瀬に閉じまなんだとはなんだ、まあとりあえず瀬戸内海のあの瀬戸って書いて瀬戸大橋と言います。ここ天草工業高校っていう高校の部活動をする子はみんな走ったんじゃないかな。夏場なんかものすごい強い子走ってんだよね、倒れるんじゃないのっていつも心配しながら見てます。まあ大丈夫なんだろうね、若いってきっと。俺だったら倒れるだろうけどね。倒れないように運動しよう。というわけで歩くだけでハーハー言ってます。でもね、千里の道も一歩からと。お、桜じゃないか。これは桜ではないか、なぜかこれもまたね、どっから連れてきたんだろうね、この木。これ日本のじゃないでしょ。高校生たちが帰ってます。今橋が、こっちの橋が工事かメンテナンス中なのでね、動かないんですよね。だからみんなこっちを渡ってくるのよ。この橋しかないからね。でこうやって映してるとみんながキョロ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 見ます。面白いぐらい見ます。俺が面白い服を着てるかというか、珍しい服を着てるかっていうか、俺と同じ服装のやつ見たことないかな。それかカメラを持ってるからかっていうか、全部なんでしょうね。でっかいおっさんが目立つ服着て何かしてるぞと。まあ見るわね、それは見るわ。俺でも見るもん。一回夜にね、あの真ん中のとこに座ってたのよ、この中央ね。そしたらね、原付おじさんが行ったり来たりしたからね、飛び降りするんじゃないかなとか思ったんじゃないかな。あれは深夜の1時か2時だった。まだパニック障害で元気なくて夜運動してた頃だな、多分眠れなかったんじゃないかな多分。とりあえず原付のおじさんが何度か見に来たんだよ、キョロキョロキョロって、チョロチャッ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 チャ。多分飛び降りかなんかと思ったんだろう。まあそれは深夜にあんなとこ座ってるとね、それはね、見るでしょ。さて今度はこっちから歩いて帰るか。気をつけないと自転車がめちゃくちゃ速いから危ないのよ。すっごい勢いで降りてくるから。よいしょ、終わり。